これは西側先進国といわれる OECD 諸国のエネルギー自給率です。トップはノルウェー産油国でもありますエネルギーをたくさん使うアメリカでも8位さて日本はどこでしょうぐーっと下がって33位という最下位争いをいつもしていますその値なんと6%たった6%ですよそこからごく わずかかか動いていいいてる原子力を除くととたたっ分たのしかなんんですこれ危機だと思いませんか国産エネルギーで生活しようと思ったら電車に乗っている場合でもなくこんなところで照明を使っている場合でもない状態です問題は自給率だけではありません CO2 による地球温暖化あと化石資源の石油や石炭これいずれなくなります ということで使わない努力省エネルギーと再生可能エネルギーの推進は必須ですですけど再生可能エネルギーが単純に増えるとさまざまな問題が生じます電気は貯めておくのが非常に難しいので使う量だけ作るということをしていますベース電源と言われる原子力とか石炭火力で まあ,ある程度の量発電しまして火力発電所で調整しているとこのような状態になっていますそこにお天気任せ風任せの太陽光や風力といった再生可能エネルギーが増えてきております再生可能エネルギーが主力になる時代を考えてみましょう多分電池蓄電池必要となってきますねこうやってこれから必要となる技術を考えていきますやるべきことはたくさんあります 太陽光発電でしたら効率のいい半導体を探す風刺材を開発するガラスはどうするどうやって安く作るのかもうやるべきことはたくさんあって書き出すとこの図が真っ黒になってしまいますでも技術を一つ一つ突き詰めていくことこれは必要なんですけれどもエネルギーシステム全体を見渡す温かい目こういう目を育てて 将来の自分たちの子供や孫の世代のためにどのような日本を残すかこういったものを考える温かい目を持つようにしてください。<music>